キャスケット行こうと思います、はい、こちら品番が 902J のウールキャスケットです、はいはい、お色は文ちゃんが持っているのがチャコールグレー、はい、で文ちゃんがかぶってるのがブラック、はい、で私がかぶってるのがキャメルの3色でお値段が2500円でございます。お買い得よ、買い得、はい、おすすめポイントお願いします。はい、おすすめをお伝えしていきます、はい、これはね、皆さんが欲しいってお声が多かったので、うんうんうん、そう、私が私物で一回かぶった時にウール系のキャスケットぜひ入れてくださいっていう要望が多かったので、はい、全力で探し出しました、はい、っていう皆さんの声が実現されたキャスケットでございます。かわいい、ね、ウールがしっかり入っているので本当今の時期温かみを持って着ていただけるアイテムで、うん、ね、ちょっとこうチャコールに関しては少し細い白い糸が若干こう混ざってるような感じで、うん、若干ね、古着ミックスみたいな感じのウールになってます。で、サイズの中でこのね、紐がついてます。嬉しい、紐がついてるので、ここでこうギュッと縛っていただければある程度はサイズ調整が叶います。で、私ゴムとかはついてないんですけど、私は割とね、頭が大きい方なんでサイズ調整せずにやっても指3本は入ります、うん、なので、うん、髪の毛結構ボリューミーなヘアアレンジとかしてる時でも被りやすいんじゃないかなと思います、はい、で高さをあえて深すぎず浅すぎず、まあ、どっちかとちょっと最近の人よりは最近のやつにしてはちょっと浅いのかな、うん、にしてみました。なので置くだけで調整せずにスタイリングが叶うというか、そうバランスがすごい取りやすいんで、うん、なんか可愛い系にも綺麗めにも合わせやすい帽子になっております。あります、はい、はい、あべちゃんさんキャスケット欲しいってね、ありがとうございます。ありがとうございます。そうそう、帽子安いってね、結構お値段なんですよ。値段はね、頑張りました。頑張り、ありがとうございます、頑張りました。ありがとうございます、はい、どの色も可愛いと教えて教えてください、ね、さんが一緒だからブラックかぶってるけど、チャコールも、いや私もチャコール可愛いと思う。なんか顔周りがね、うん、明るく見え、そんなにグレーしてないんですけど、顔周りがパッと華やぐのはグレー、うん、確かにチャコールグレーかも、可愛い。私結構こっちこれな、うん、この色なんですよ、ね、キャメルめっちゃな、ね、そうキャメル着てるそう、なんかずっと私ブラックとチャコールかぶってたんですけど、うん、さっきパッてかぶったら、めっちゃ可愛いやんと思って、なんか華やぐよね、うん、可愛いんですこれ、そう、可愛い、ちゃんダントツやキャメル一番いいかも、イエーイ、はい、ありがとうございます、はい、ありがとうございます、うん、あ、さやさん、こんにちは、ありがとうございます、ありがとうございます。さとこさん、似合わない輪郭とかあるかしらって、いや、どうなの、なんか私ね、は丸顔、よくヘアうん、ヘアスタイリストさん、美容師さんか、うんうんうん、にとかに丸顔だねだねっておかしいですけど丸顔をカバーするようにいつも髪切ってもらってるんですけど、割となんかあえてここ隠さずに耳を出して帽子をかぶるとすっきり見えるって教えてもらったことがあって、なんか私もよく帽子かぶるときそうしてるんですけど、うん、そうしたら意外と丸顔さん気にせずいけるかも、うん、もちろん逆さんの人はね全然帽子はしっかり似合うと思いますし、うん、はい、うん、なんか結構顔周りをスッキリされると、あとこのイヤリングってめっちゃ似合うとアクセサリーめっちゃ大事だと思う、うん、ここはあるだけでちょっとこう長めだったり動きのあるものをつけてもらえば帽子誰でも似合います、はい、はい、です、はい、うん、あゆさん絶対買うってゲットできるかなって、うん、キャスケット初ならブラックの方がいいですかね、あ、一番、ね、うん、確かに使いやすいのはブラックかな、多分何でも合うと思う、カジュアルでも合うし、うん、綺麗めでも合うし、うん、多分ほんまに一番使いやすいのはこれかな、うん、ブラックかな、はい、前後逆に、あ、なるほどね、ちょっと肩、なんかこれ、どうやろ、あれ、あれみたいじゃないですか、なんかベレー帽、違う、出ます、あれ、キャラクター、なになになに、出てこへん、なんだろう、パズジムに確かにマニアックやった、ね、でも行けるでも行けることもない、なんかこれだけちょっとだけこう斜めにこう唾出すの怖い、あ、確かに斜めの方がいいかもしれないです、こっちの方が怖いかも、うん、なんか全部後ろにしちゃったらなんか低いベレー帽に見えちゃう、確かにちょっと斜めは可愛い、斜め可愛いかもしれない、うん、はい、でもなんか外人さんみたいになりますね、なんか、うん、でもみちゃんほんま外人さんやっぱじゃあ私これからこれで買おうかなすぐ影響されるすぐ影響されるかわいい、かわいい、はい、うん、そうですね、すぐ売り切れてしまったランダムのトスカートのアイボリーさんに入荷していただきたいです、よろしくお願いしますって、
ている最中でございます。はい、少々お待ちくださいませ。はい、はい、あ、確かにカーナポンさん、ボリュームありすぎなくて挑戦しやすそうって、確かにこれは、うん、私私物でもっていうやつが結構深くてめっちゃボリューム出るんで、うん、マジパン屋さんみたいになるんですよ。ほんまにかぶり方見せたそう、私私物のやつなんですけどね。けどこれはほんまにめっちゃかぶりやすいです。多分ポン、うん、私今多分ポンって置いてるだけやけどいけてるし、そう、調整いらず、うん、ほんまに調整いらず、勝手にスタイリング決まる。そうそうそう、うん、おすすめ、おすすめです。はい、はい、キャスケット持ってないんですが、どんなコーデに合わせたらいいですかって綿さんが。あ、でも本当に何でもいけると思います、うん、こういう私と文ちゃんのスカートでも可愛いし、うん、でもいいですし、パン、デニムとかパンツでもいけますし、ワイドパンツとね、あの今日のブラウスにキャスは最高やった。可愛い、可愛い、可愛かった、可愛かった、うん、けどなんかワンピとかでもいけますよね。可愛いね、うん、可愛い、うん、フリーワンピとかをちょっと甘さ抑えたい時とキャッカッカッ今日ゆうちゃん映ってるか今日ね、ほらほらからね、そう、そう、甘さを抑えたい時とかにこう使ってもらうと良いかと思います、うん、はい、思います。うん、はい、あ、風で飛ばされたりしますかねってあゆさんが。どうよ、まあでも強い人がちょっとあの調節できるんで、うん、まあきつめにしてもらったらいいかなと思います。はい、はい、あ、イヤリングめちゃ可愛い、ピアスもありますかって前もあります。これね、可愛いですよね、大人気なんですよ、うん、ありますよ、ピアスも。はい、でももう売り切れたんじゃないかな。そう、ちょっとね、再販はね、今できるように頑張ってるところなんですが、シルバーだったらまだあったかな、ちょっとあれだけど、はい、はい、見てみてくださいです。はい、はい、あ、先生、ボアコートのグレージ再販していただきたいです。そうです、それも今頑張っている最中に、ちょっと時間かかっちゃいますが、はい、頑張ります。多分、はい、極寒になる前には行けるかなと思います、うん、頑張ります、はい、だから11月も暑いって言ってたし、あーねー、らしいですよ。でも12月はめっちゃ寒なるらしくて、なんか温度差がすごいよ ね、 ね、夜寒いもん、うん、皆さん体調には気をつけて、気をつけて、はいはい、うん、あ、ちまさん、ヘリンポーンコートの再配ありますかって。これも あったかな、もうちょっとね、お知らせできると思います。はい、もうちょっとくださいませ。もうちょっとお待ちくださいませ。はい、はい、あ、パンツコーデのキャスケットお願いします。ブンちゃん指名がいいですって。じゃあブンちゃん、じゃあちょっとパンツ、はい、パンツってお願いします。はい、できます。はい、三日月さん、ブンちゃんのスカートはニットってあるんですけど、ブンちゃんのスカートニットじゃない、これこっちかな、んこれどっちやろ、どっちやろ、私が履いてたスカートはニットではないです。はい、はい、こっちはね、ちょっとなんていうのかな、ニット層みたいな感じ、なんかレース、あの、うん、確かにコットンレースです。はい、コットンレースでございます。はい、あ、さとこさん、腕まくりをバッターお願いします。これでいいかな、このセットで大丈夫ですか、うん、このセットやっぱここのゴム部分がちゃんとあるので、これは止まりますよ、大丈夫です、落ちてきたりとかしないので。かわいいね、かわいい、あ、嬉しい、あやさん、こんにちは、今から見ますって、全然見れなかったから後で見返しますって、ありがとうございます。これまた IGTV に残りますので、皆さんゆっくり見てください。はい、ちょっと戻りますね、ちょっと読めてないやつあったかな、あ、嬉しい、気づいてください、ななさん、伊豆市のホームページロゴがハロウィンだって可愛いでしょ。私あれ見つけた、めっちゃ可愛いってなんか、ね、びっくりした、ね、びっくりしましたよね、ちょっとだけど可愛い、そう、急に変わってたからびっくりした、びっくりした、そう、でもそうですよね、あとハロウィンって 30?31?30?31? ちょっとよく分かってないんですけど、明日？明後日？もうちょっと？そうですね、うん、まあ、もうちょっとってことですそう、結果もうちょっとなんで、ハロウィン仕様にしてみましたみたいな感じです。はい、ね、あれさ、今期間中ですか、今ね、キャスケットの紹介してます。はい、で、そそう、この後バッグ紹介して、ちょっと時間があったら、あの、何か着回ししようかなと思います。はい、あ、なにさん、いつもイズシーの帽子かわいいなと思ってる、見てるんですけど、頭が大きくてかぶれるか不安です。イズシーの中で割とゆとりある方かもと思う帽子ってありますかって。あー、まあ、どうだろう、これは割とゆとりある、これはゆとりあると思う、これと、あとボア、ボア、あー、ボアね、あれちょっとサイズ調整はできないけど、ゆとりはある、ゆとりはあると思います。ボアもね、確か日曜日、日曜やったっけ、日曜やった気もする、うん、に確か再販で入ってたような気がする、うん、うん、日曜日やったかな、日曜日やったね、うん、です。なので、はい、コラムでも結構ゆとりはある、そんなきつい方ではないと思うので、私も普通にかぶってゆとりあるので、なんでこれも多分かぶりやすいんじゃないかなと思います、うん、でも嬉しい、伊豆市の帽子かわいいと思ってくださるの、嬉しい、嬉しい、ありがとうございます、ありがとうございます、はい、
あ、バケットハットあれはゆとりありますよ、だって。あ、ありがとうございます。それで結構確かにバケットハットも結構ゆとりがありますね、うん、あれはサイズ、あれはサイズ調節できないんですけど、うん、結構ゆとりはあります。結構ゆとりあるね、確かに、はい。ツーブさん、初めてコメントします。ありがとうございます。ブンちゃんのブーツはイズシーでしょうか。厚底ブーツ欲しくて理想です。はい、イズシーです。火曜日の新作かな。あ、そうです。めっちゃおすすめです、うん、はい、今ポップなれるし、かわいい。そんなにね、あのヒール高くないんで、うん、本当に履きやすいですね。履きやすいです、うん、でさっきワイドパンツやったっけ。ワイドパンツにキャスケットでしたね。かわいい。合ってるよね。でもデニム、パンツコードにキャスケットか、はい、かわいい。かわいい。かわいいよね。なんかカジュアルになるから、うん、おすすめ。おすすめです。はい。はい、ああ、これはキャスケット人気で売り切れるやんって。まあ、でもちょっと早めの方がいいかもね。うん、お値段も結構。そう、結構ね、ロングライスだしね。そうそうそう。おすすめです。はい。おすすめです。はい。じゃあ最後、バック。